大竹紳士交流録毎週金曜日は経済学者の金子雅さんです。どうもこんにちは。久しぶり。寂しかった寂しかったっていうか、まあ、あ室井さんが煽ってくれないと一生懸命一人でやろうとするとなんとなくね、そうだね、コンビだからね。コンビって本当ね。えっとですね、まあ、あの、 国会の閉会中審査の話から始めたいんですけど後半はできれば岸田政権の考え方とか政策がこの円安を止める方向を持っていないって止まる止まらない可能性がだからそれどうして止まらないかを後半話しようかと思うんですけどとりあえずみんなが感じたのは。 エンドレステープだなと同じ説明が、うんうん、丁寧に説明しますとかさ、うん、何も中身がない、うん、だから説明してない、うん、でこれはすごいなと思って、うん、あの野党側泉健太氏が佐藤栄作元首相と比べたわけですよ。業績それよりも上なのかとで答えないんですよ。 うん、その時々の <laughs> 内閣によって決まるってそれじゃあお前ダメだろう国葬決めるのにお前の勝手に決めていいのかっていう、うん、もう答えになってないところが、うん、もうはちゃめちゃなんですよ、うん、答えがもうひどいのそどうしてもっと突っ込まないんだろうねその時々の情勢によって決まるってそんなことでいいのかって突っ込んでるんだからもっと言えば、うん、どこが丁寧なのかと、うん。 要するに佐藤,す、ね、佐藤元首相と安倍元首相を比べて丁寧に説明しろって言ってみればいいと思うんですよ。あれさ結局そういうくだらない答弁してさそのままでするしちゃうのってさ あの変にさ会見とかでさ一人一個になっちゃってんじゃん質問がだから答えなくてもそのまま次の質問になっちゃってイラっとく能力が低いやつでも、うん、支障ができるようになっちゃったんですよ3代目ばっかりにな,ったなんで一人一問にするの答えてなかったら答え聞かなきゃどんどん突っ込まれたら答えられないからですだから あれ一番きっかけになったのは望月しょこさんが菅さんを何とかつる,るし上げたら全然答えられなくなっちゃったんで一応だけけっってなったわけですよだから一国の首相が一時新聞記者の質問に全く答えられないくらい能力が低いってことなんですよ。本当に低いいですよあの僕があの長い 自分の人生考えても、うん、でどん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 首相のレベルが劣化してる、うん、特に小選挙区になってから3代目の,、うん、あの首相が、うん、3代目じゃないと総裁選出られないからね。うんうん ここの時点でもう終わってる政党だと僕は思います三代目ってどういう意味の3代目要するに賛成議員じゃないと地盤看板安倍さんもそうでしょ麻生さんもそうでしょう岸田さんもそうでしょうもうみんなそうですよ河野太郎さんもそうでしょみんなそうですよ野田さんもそうで、だから僕らはちゃんと見なきゃいけないのは この答弁の中身にイラついてるだけじゃなくて一、うん、一つ一つきちんんとと詰詰めめなないいないいいいけ新聞も詰めてないんですよ例えば後出しじゃんけんで出したこと自身が問題じゃないですか16.5兆円って最初からいいよと。で,、ね、で言ってみたらその中身が、はい、あの野党の追及がもう時間がないからただ次々質問をし続けちゃうから問題なんだけど会場外の整備の民間企業への あのいわゆる委託費はどうなってるのかとか個別のこと聞いてもちゃんと答えられないんですようん、うん、だから本当にね弔問外交するのに16.6個兆で <laughs> 足りてるのかっていうねうん、うん、ただ挨拶するだけだろうとか思うよねうん、うん、それから僕はもう一つ意図的だと思うのはこの閉会中審査の機に あの自民党の調査結果っていうのをぶち当てたってことです、はい、要するに、一日一日別の日にすれば、それが大見出しになるわけですよ、いっぺんにやっちゃえば、薄まっちゃうじゃないですか、しかも、何一つこれも答えてなくて、うん、安倍元首相や細田議長については、結局検査し、ああのうん、要するに調査もしないわけでしょ。はい それででで国国葬葬るわけでしょ、うん、こんなバカなことはあるかっていうことも、うん、もうおかしいしが百七十179名っていうのが出てきたのはな要するに氏名の中で一部しか出てこないわけ、うん、議員全員の名前なんか出てこないんですよ。はい、どうすればこれ名前がバレちゃうっていうことのプレッシャーってあるじゃないですか。だからバレなきゃ オッケーなんだなっていう話になっちゃん、ね。だって最初にオープニングで話したけどさ週刊誌とか書かれた人ってあんまなかったもんね。うん、そうで問題はあの秘書だとか講演、うん、会の選対、うん、とか講演会と関係とかいうのは一切調査の対象になってないん、うんはい、地方議員ももっと広いんだよね。 これがどういう人が処分の対象になるかも一切わかんないわけ。そうですね。そう。で山際大臣はもう一切やりませんとか言って、でチラっと閣僚を続けるつもりなんだ。お前なんかやっちゃダメだろうっていうふうに思いません。それから林外務大臣もあのいわゆる雑誌や新聞に載っただけで、実はあの地元のねあの。 強力な支援者のあの、うん、こあの県会議員がさ実は統一協会系だったっていうね、うん、こことはバレちゃったわけでしょ。うん、そうするとそういう問題が調査の対象になってなくてしかもこう萩生田政調会長も含めてだけど、うん、この3人は少なくとも処分しなきゃダメでしょ、うん、誰が見てもこの調査っていうのはなんかやってる感を。 うん、アリバイド組織で本質に近づけないとそうだから内閣改造で隠して閣僚になったわけでしょ、うんうん、これはペナルティで全員クビにしなきゃだめでしょ、うんうん、おかしいでしょ芸能人で反社との写真が出てきちゃった人って全部社会的にすごい抹殺されるまで追い込まれたわけでしょ、うんうんうん 追放ですよ、ね、なのに政治家の方がやり立たさなきゃいけないのでおかしいよかこれでね納得しろってことが無理なんですよ。で僕は問題はこれで国葬で同じ同日で発表をして国葬までやってしらっとやっちゃえばみんなどうせ忘れちゃうだろうこれが今までの自民党のやり方なんです。で僕はそう思わないなんで思わないかっていうと今の円安まあひどいまあ 帝国データバンクで8月の円安倒産というのがいよいよ出ましたという、うんはい、そういう記事が出てきてるわけで,すで,、ね、でこれでまた輸入物価が上がってね日本、うん、こう円ただの円安じゃなくて145円をの、はい、こう見てる状態だから日本売りになる可能性があるわけじゃないですか、うんうん、そういう危機的な状況にこう迫ってる中で、ねうんうん、僕は3つポイントがあると思ってるんですよ。はい 岸田さんのやり方で、うん、まず国葬にこだわってる限り、うん、アベノミクス批判できないから、うん、自らで手,手足を縛っちゃうので、うん、これ絶対に円安しかなくなっちゃう。うんうん 予算、ね、を祭り上げたらば安倍さんの取った政策に口が出せなくなる、ね、それとそれこれとこれは別じゃなく,じゃな,くなるそれから2番目はもう予算編成が始まってるから予算が通るまでアベノミクスの,あの金融緩和を、ね、基本にして111兆円っていう市場過去2番目の予算を組んじゃうわけでしょ防衛費も。 どどんどん増やす子ども家庭庁これも統一教会の名前だけどそれから5万円またばらわきますというような話をやってるからそうするとこの政策やったら金利上げられないでしょだって破綻しちゃうも財政111兆円なんてやったらだから結局超低金利政策に縛られるわけですよこのままゼロで。 大きな予算を組めば組むほどこの超低金利政策を続けていかなくちゃいけなくなってしまう。なっちゃう、3番目は木田さんが新しい資本主義っていうの中に貯蓄から投資へって言ってました資産倍増計画って打ち出してるわけじゃないですか、今一番儲かるのは円安 FX とか外貨系の預金じゃないですか。 でも,もしかしたら日本,日本人が投資を奨励したら日本売りしなさいとそうすればもかりますよって言ってるのと同じだからでもさ政府がさそういうこと言うだって結局投資って博打でしょいやだけど、うん、今実態としてはそう,いうふうにならざるを得ない状態で岸田さんはもう経済何も分かんないオンチだからこういうこと平気で言っちゃうんだけど言っちゃったら一番儲かるの株よりも何よりも。うん 円円円期、延期、延期で、も、うん、けるしかないっていうね。う国葬ってやっぱり止められないの、なんとか言い訳作って延期っていうのが一番気がつかない,いや、そんな簡単だったんですよ、それ言えば内閣葬に変えますといろんな意見もあったけどね、うんはい、私は聞く力がありますからって言っちゃえばよかったんですよ、うん、そう言わないで、結局、彼の周辺はみんな経済分かんない、バカばっかりだから、悪いけど。うん、あの、うん 内閣参与の今井高也氏とか、うん、え島田隆ってあの経産省の事務次官だったような原発動かすことばっかり夢中で、うん、経済なんか何にも分からないんだ。でもるとだこういうのばっかり、うん、これが 岸田さんの真ん中で、うん、あの安倍派も含めて首相になるブレーンの真ん中だったわけだよ、うん、でも年末に来てさ灯油代とかもさもう苦しくてってさ我慢してる人とか増えてきてさ、うん、そしたら相当なんかやっぱり国葬ってさ華やかにやればやるほど記憶に残って恨まれると思うんだよを 結局ね一切調査しないでいやだからそこでいろんな問題がわっと出てるのにる、うん、それをみんなでかといってすごいしょぼかったらしょぼいでさ例えばあのそういう国葬でやる必要があるのかって話になっちゃうねうあと比べられんじゃん、うん、もうこうなってきたらエリザベス女王だ,だからこういうふうにやっていくともともと利上げできなくなってるわけじゃないですか、うん、安倍さんの。はい 政策で国債費が大量に累積しちゃってるから国債が利上げすればね国債費はあの上がっちゃうし国債日銀が持ってる国債は含み損が出ちゃうしっていろんな問題が出てきてるわけだよねでしかもそれでもあの予算を方針を変えないで。 防衛費をどんどん増やします子ども家庭庁は4兆円出しますそれから、えー、住民税の非課税世帯5万円出しますっていって111兆やるわけでしょ、うん、そしたらマイナス金利で日銀が高く買ったり外資が高く買ってとにかく。 金金利負担がない形で借金で借やるしかないんですよ、うん、今の状況は、うん、そうと、うん、そういうやり方を続けてる限りもう足元見られるわけじゃないですか、うん、絶対利上げできないってみんな思うわけだからなんか一個、うん、今回のさ岸田さんって本当はあのやりたいことがあるのかと思ってたけどそうじゃないね全然いやいや。結局安倍さんの路線に、うん 媚びを売って首相にしががみつきたいそれがやりたいいそれやりことです。で僕が心配してるのは、はい、このままクくと日本人が日本売りで儲けなきゃいけない状態貯蓄、うん、から投資へっていうことでねそうなっちゃうとちょうど昔このこういうね80年代にドルドル高不況のドル高ね、うん、スタググレーションが起きた時に。 アルゼンチンやブラジルで起きたのがさ要するに国民が全部自国の通貨を売ってキャピタルフライトっていうのが起きるわけですよですかそれ要するにどんどん外資で外貨で儲けようっていうふうになってそうするともう国のあれだよね企業とかガタガタになるよねガタガタになっちゃうだからそうなったら円安が止まらないだけじゃなくて日本売りになって今のトルコみたいな状態ですよそんなことになりかねないなと。 でそれはだって、いまだに今、まあ、長期金利で今3%の差があって短期金利で2.5%でしょ、でこのまままた上がっていくわけじゃないですか、はい、で年内3回利上げをして4%になったら、さ、うん、絶対円、円しかも日本は絶対利上げできないって分かってるわけだから、こんなもう簡単な儲けの話はないわけだよね、うん、子供でも受けられる。うん 一つの意見ですけどでもこれは,は世界と日本の状態が比べてっていう話で、まあ、森永さんなんかのおっしゃるのにはアメリカの景気もそんなには続かないだろうからこうアメリカのドルがあのその高い状態も続く,続くのは、まあ、そんなには長くないから必然的に円高になっていくんじゃないかってことをおっしゃってすいやそんな簡単には円高にならないですよ。 だから結局、森永さんはずっと金融緩和をってきたから自己弁護するからそういう議論をするんで僕が思うに今のままでスタグレーションって不況と物価上昇が同居じゃないですかだから不況になった時長期金利が下がってくればそれは円安は止まるんですよ、一時的に。だけど長期的に例えば今のままね あの利上げをした状態で来年まで続けてる限り、それはやがてあの物価が落ちてくれば下がるかもしれないけど、ここ1年以内ではそんなことは起きないんですよ、その時に円安倒産が起きたりという、みんなが苦しい状態になってるわけですよ、これが大変で、それもしかもオーバーシュートして大変なことになる。貿易赤字見ると 7月もすごかったけど8月の上旬だけで、ね、上中旬だけで1兆7千億を超えてるわけでしょでしかも経常収支も赤字になったと7月でこの状態で円売りが起きたときにすごいリスクを本当に避けないのかどうかが大問題なんですよ番組では心配してね日本の土地、日本の企業、えーえー、全部がこう売りになっちゃうと。 外国の企業日本の名前つけてるけどそれは実はもう外国の企業に買われてたりすることがこの先どんどん起きていっちゃう、うん、そうそれは一番悪いしない自分が持ってるその貯金とかその土地とかだってどんどんもう価値が低くなってるってことだからでもそれでこう打つ手をどうしてもどうしようかっていう手がもう打ててないと打ててないと。うん だからもっと柔軟性を持ってないといけないのがもう金融政策が柔軟性全くないからこうなっちゃってるんです、うん、はい、はい、ありがとうございました金子雅さんでした大竹新志向有録来週月曜日はお見送り芸人新一さんの登場ですお知らせの後は交通情報です